怪談、都市伝説、一コアとジャンル不問のコア談バトル、大コア。その歴史に残る名作コアナを紐解く大コアアーカイブ。どうもオカルトコレクター田中俊之です。よろしくお願いします。これは、都内に住む、女性から聞いた話なんですが、20年前に遡る、体験談なんですよ。で、当時23歳で大学から付き合ってた彼氏がいまして、彼がですね、関東のある場所に同棲を視野に入れた部屋を借りるんですよ。そこは、2階の一室なんですよね。で、そこに住み始めて1ヶ月経ったぐらいに部屋に行ってみると、彼がね、一心不乱にギターを弾いてると。で、どうしたんって聞くと、いや、この部屋に住み出してから夢、一緒の夢をずっと見るんやって言うんですよね。で、どんな夢なんて聞いたら、夢の中に、カセットデッキが出てきて、そこからある曲が流れてくる。で、これがすごいこびりつくと。だから俺この曲を耳コピーしてんねん。で、これ毎日見るからいずれ曲が出来上がるわ。なんか不思議なこと言ってんなと思って、その後この曲ができたんですよ。で、その曲をね、またカセットテープに録音して聴かせてくれたんですけど、なんかいい曲じゃなかったんですね。で、そっからなんですが、だんだん彼氏がおかしくなってくるっていうんですよ。すごいね、紳士的な彼が自分勝手になって、早く家に来いと、一緒に住もう住もうって。それなぜかって言ったら、そのね、寝る時にこのテープをかけて、この曲を聴いて一緒に寝たら素晴らしい夢が見れるって、早く来い来いって。その時代ポケベルなんで、電話ポケベルすっごいしつこいんですよ。で、あまりにもしつこいんで、忙しい中休みをなんとか取って仕事終わって、その足で彼の家に行ったんですよ。で、彼の家で、部屋で過ごして、で、寝ようとした、もう仕事で疲れてるんでね、ベッドで寝ようとしたら、あ、これこれこれってカセットデッキを出して、その曲を流そうとするんですよ。でも、その曲やめてって、疲れてるからって言って、もう言うこと聞かない。もう喧嘩するもしんどいし、ええわと思って、その床に布団を敷いてニコニコしながらテープをに手をかけてる彼をこうそっぽ向いて布団をかけて寝たんです。するとその曲が流れるんですけど、不思議と意識がスーッと遠のいてくる。はって気づいたら、部屋のキッチンに自分が立ってる。床には彼がね、寝そべってるんですよ、仰向けで。で、無表情でこっちを見てる。曲がずっと流れてるんですよ、その曲が。足元に気配を感じて見てみると、見知らぬ男女がいるって言うんですよ。その男女がこそこそしながらね、うんうんとか言いながら、女の方が彼の左腕をガッと掴んだんですよ。じゃあ見知らぬ男がノコギリ持ってるって言うんですね。で、彼の、自分の彼の左腕を切断していくんですよ、その見知らぬ男女が。で、次に右腕、自分の彼氏をこう解体していくんですね。しかも汗だくになって悪戦苦闘しながら、で、必死に叫ぼうと助けようとするけど、体が動かないんですよ。で、声も出せない。でも不思議とまぶたもこう閉じれないんですよ。なんか見さされてるっていう感覚なんですよ。で、とうとう2人が、その見知らぬ男女をですね、女の方が彼の頭を持って首にノコギリをやって、もう汗だくで首を切断するんですよ。じゃ、ゴロンとこう切断された首が自分の、その彼女の足元に転がってきて、その時にちょうど自分の彼と目が合うんですよ。その顔はね、こうシカンって言って筋肉が緩むんですよ。ニターっと彼が笑った。その瞬間に体が動くなって、あーってこう大きな声を出したんですよ。はっと見たら自分の部屋の天井なんですよ。今のは紛れもなく夢なんですよ。起きて時計を見ると7時朝の。おはようって言って、そのタイミングで彼も起きて上がってきたんですね。で、
いい夢見れたでしょってそのタイミングで言ってくるんですよ。いや何言ってんの、悪夢やで。え、悪夢か、なんでやろ、おかしいなってブツブツ言う。ちなみにどんな夢やったって彼が聞いてくる。で彼女は今見たこの凄惨な夢の内容を伝えた。すると、やっぱり同じ夢見てるじゃない、やっぱ見てるんだ見てるんだって言ってくるんですよ。だから俺が床に仰向けで寝転って自分とこうキッチンで目が合ったよ、やっぱ見てる、やっぱこのテープでこの曲聴いたら同じ夢共有できるんやってブツブツ言うんですよ。で気持ち悪いと思って、でもその夢がどこがいいのって言ったら、いやこの夢な、俺がその男女にこう解体されるやろ、その解放感がたまらんねん、でもなこれなまだ終わってないね、この先があるはずやから、もうこれ毎日この曲このテープをかけながら一緒に寝ようってそう言ってくる。もう気持ち悪かって、本当に朝方だったけど荷物抱えてその場から逃げたんですよ、部屋から。でそれがきっかけでですね、結局彼ともう連絡取らずに半年後ちゃんと話し合って別れることになったんですよ。その後ですね、彼が会社を辞めて東北に実家があったんですけど、実家に戻ったっていう噂を聞いた。そこから1年後彼のお母さんから電話があったらしいんですよ。学生の時に何回か行ったことがあったんで連絡先交換してたんですよ。彼が帰ってきてから車で出かけるって言って消息を絶ったんですよ。で林業をやってるね方が山道で山林の脇道に彼の車を発見し、でその中で彼が亡くなってたらしいんですよ。でもその亡くなり方がおかしいんですよ。自分のね左腕の肉とか頬の肉を削いで失血死で亡くなってる。これは自殺として処理されてるんですよね。であんたと別れるって言ってから私の息子はおかしになった、どうしてくれんねんどうしてくれんねんって罵られて電話を切ったんですよ。こういう話。それでこの女性が言うには、彼はその部屋に住んでその夢を見てからおかしくなったっていうんですね。この話は20年前の話なんですよ。これを僕の怪談仲間の小泉さんから僕は聞いた。で僕はですねその話を聞いて、まあオカルトコレクターなんで現地に行ったりするんですよね。で現地に実際行きましていろいろ調べたら異様なことが分かったんですよ。この2階の彼と彼女が同棲しようとしてた部屋の203なんですけど、ここの向かいのアパート、アパートは違いますよ、向かいのアパートの本当に、向かいの部屋203で、さらに遡ること10年前に日本でもすごい有名な猟奇事件が起きてるんですよ。だから今の話は20年前ですよね。そっから遡ること10年前なんで、今から30年前、今体験した部屋の向かいの部屋で、あるミュージシャンの男性が親戚の男にと自分の奥さんにその部屋で監禁されて解体されて殺されてるんですよ。っていうことはこの事件から10年後に一緒のようなことが起きてる。で僕いろいろ調べまして、その他にも仲間も調べてくれたんです。するとね、この事件があった場所、猟奇事件があった場所の2階建てのアパートなんですけど、1階が業者が入ってるんですよ。でこの事件があった203号室の真下の103っていうのは倉庫になってるんですよね。でこの業者が使う倉庫なんですけど、聞き込みをしたところ倉庫に従業員が行きたがらないって言うんですよ。なんでかって言ったら見知らぬ男が出るって言うんですよ。30年前の話ですよ、未だに続いてるんですよ。でね僕何回か通ったんですけど、このね2階部分201、202、203、ここ人が住んでいいんですけど人の気配が全くしないんですよ。もしかして借りれるんちゃうかと思って不動産を調べたんですけど、いやうち管理物件じゃないって言ってなかなか見つからなかったんですけど、やっとこそ見つけた。で203事件があった場所を聞いたんですよ。でここ住めますかって言ったら、いや住んでもいいけど田中さんここ事故物件ですよって言われたんですよ。いやあの家賃が安かったら住むんで、家賃いくらですかって言ったら1万円って言われたんですよ。あこれ住みますって言って、もう絶対住みますって言ったら、いや1回見てください、1回部屋を見てくださいって、当時のままなんでって言うんですよ。
で翌日不動産屋と約束しまして、その前で待ったんですね。じゃあ不動産屋の方がその203号室を案内してくれようとしたら、203号室に行かずに202号室を案内する。いやこっちじゃない、その奥の203ですよって言ったら、203は人が住んでるんです、人が住んでるんです、人が住んでるんで絶対借りれませんって断られたんです。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。大コアチャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。